さんこんにちは。リポーターのりほです。今日も歴史ある板室温泉にやってきましたよ。下野の薬湯として知られる板室温泉は、深い山間に佇む自然あふれる静かな温泉郷です。日光国立公園内にあり、国民保養温泉地にも指定されています。そして今回おすすめするのはカヌー体験。私カヌー体験初めてなんですけど、大丈夫なんですか？はい、これはですね、一応レクレーション用 の、 あのカヌーになってますから、もう小さい子3歳からもう70歳ぐらいの方まではもうできますんで、まずよっぽどことがないとそのひっくり返ることはないんで、もう安心してできます。では行きましょうか。そうですね、行きましょうか。はい、行ってきます。はい、はい、行きましょう。よし、はい。どうやって漕いだらいいんですか？はい、じゃあ一応先ほどね、乗る前に簡単な講習しましたけど、はい、じゃあ右、あ、左右って逆、交互に、左右って交互に、はい、はい、そうです。おお、はい、おお、進みました、はい、進んでます。おお、簡単でしょ？すごいすごい、はい、意外と初心者なのにできるんですね、はい。で、下見てもらうと透明度が本当綺麗なのが分かると思う。下が見えますよね。見えます、見えます。で、ちなみにここのね、板室ダム湖なんですけど、はい、大きさからいくと広さですか、だいたい東京ドームと一緒ぐらいの。ほう、はい、本当ですか？はい、であとオシドリとか、はい、いろんな鳥もいますんで、はい、結構ここは本当楽しく、板室のもう隠れスポットじゃないですけど、はい、秋にはやっぱり紅葉で、ここがまあ赤とか黄色とかいろんな木に変わりますね、紅葉で。それはぜひとも見てみたいですね。カヌー体験は11月半ばまで楽しめるそうですよ。うちはですね、あの家庭的なサービスっていうのを一番大切にしてまして、サブタイトルになってます、あったかい宿松風館という形で、自分の実家にこう帰ってきていただいたような形で、おもてなしをしているような形の旅館になっております。私ども板室温泉では、13軒、温泉宿があるんですが、のち26本の源泉がありまして、ほとんどがアルカリ性単純泉というアルカリの強い温泉になります。お風呂入ると毛穴の汚れを取っていただくので、さっぱりとして、お風呂上がりがもう美人になるという、美人の湯も最近は言われるようになってきてます。板室温泉は、日光国立公園の中にありまして、周りを山々にこう囲まれてますので、自然豊かな中で、自然に触れること、一番にそういった形のネイチャー体験みたいなのが、一番おすすめになっております。板室温泉街の一番奥に位置する江戸屋では、国立公園から流れ出る湯川を背に、歴史ある温泉郷の風情が楽しめます。ちなみにこちら混浴だそうですよ。温泉上がりにはやっぱり那須塩原の牛乳ですよね。おいしい。那須塩原市で素敵な時間をどうぞ。